しかった。個室みたいな。何これ別に普通料金だったんだけど、うん、クラスも別にいいものじゃないのに。こういう割り振りもあるんですね。おー、湖だ。キューバスキューラー到着。あー、ちょっと疲れたね。ヘルシンキから3時間半乗りっぱなしでございます。いやー、ユバスキュラー駅をね、出てすぐ上ですね。もう線路の上をこう渡って向こう側に行くと、ということでチケット買ってきました。サービスパークチケット、行き来自由でね、はい、出ても大丈夫ということです。すごい、表彰台がここにあります。いいね。あ、セバスチャン王子、昨年優勝ですね。まさにこのポロに乗っての、すごいね。わドライバーということで、やっぱ人がすごいね、地元の声援を受けて、イエーイ、あ、その穴、手出すための穴。いやー、楽しい。いろんなメーカーの車見れるしね、もちろんドライバーもね、いますから、整備中。いいねー。オフィシャルグッズの、ね、マジックとコップを購入しました。 WRC マジック、ね、フォルクスワーゲンの、ね、ステッカーを購入しました。さあ、そしてですね、先ほどサービスパークからね、いろいろ様子をお届けしましたが、ちょっとまあバスターミナルにね、止まってたちょっと不思議なバスに乗車して、スペシャルステージまで連れて行ってくれるバスということで、完全にこれね、個人の方のね、所有のバスみたいなんでね、でもかなりもうそのね、皆さん乗られていて、かなりいかつい感じの音楽もね、ガンガンかかってるバスにね、日本人2人乗っております。無事に会場までね、到着いたしました。そして今ですね、あ、車、バスをね、降りたところでチケットを購入しました。18ユーロですね。すごいですね、なんか Windows のあの丘みたいな雰囲気あるけどいい丘。あ、ここでもね、いろいろグッズとか売ってますね。すごい、おいしそう。すごいね、これ稲の中に道ができてますよ。おお、綺麗。何これ、すごい綺麗。土地がいいね。テントとか張ってる人もいる。みんなあの椅子を持ってたのか、なんかケースをね、持ってると思ってたら、なるほどね。
こちらフィンランド出身でフォルクスワーゲンのねフォロイに乗ってる。さっきねあのサービスパークでね出ていくのを見ましたけど、すごいねこうやってねいろいろ回って見れました。いい感じで写真も撮れた。目押しだけど。なんかババーンみたいな破裂音しましたけど。早いね、全然こんな音かき消されちゃいますね。いいね、曲がる瞬間見るのがいいですね。わあ、サーペッカläpi. Me otettiin sanoa, että saa Pekka ja EK läpi, mutta kun sitten saa EK läpi. はい、ということで、WRC2015 ラリーフィンランド、1日見てきました、ね、まずやっぱサービスパークですね。あそこがなかなかもうねその本当にリアルな現場というか、ね、それを間近で体験できて YouTube とかでね見る映像のもう何倍もの大迫力で、本当にでもあっという間に通り抜けていっちゃいます。大爆音で。またね日本でやってくれることを願って、日本の企業の参加を願ってね、また応援していきたいと思います。楽しかった。もいもい。